今朝5時、福岡県は宗像市の養鶏場で鳥インフルエンザの陽性が確認されたと発表しました。 H5 型の鳥インフルエンザウイルスが確認されたのは宗像市の養鶏場の鶏で、この養鶏場ではおよそ9万3500羽が飼育されているということです。昨日この養鶏場の管理者から鶏の死亡が増加しているという連絡が中央家畜保健衛生所にあり、簡易検査を行ったところ A 型インフルエンザの陽性が確認されました。さらに遺伝子検査の結果、今日 H5 型の鳥インフルエンザウイルスに感染していることが判明したということです。鳥インフルエンザをめぐっては今月上旬から香川県で8例の感染が確認されています。福岡県は午前5時半ごろから対策本部会議を開き、発生農場周辺の消毒や移動制限区域の設定などを行っていくことを確認しました。